北海道三井市の一三国郡は北海道日高市町にあった八1879年に行政区画として発足した当時の郡域は日高郡新日高町の一部にあたる。江戸時代に入ると日高国で最初とされる正木藩の秋内鉢行政及び場所家を異性による三井市場所が現在の三井市市街地区に開かれている。陸上交通は 都道国の函館から、道東や千島国方面に至る道が通じていた。三井氏の名は、アイヌ語のピットーシーコール小石の多い土地に由来し、三井氏三井氏などと表記された。1786年阿部や伝出が、三井氏場所の請負い人となる。江戸時代後期には、東江戸地に属し、1799年天領と、され松前奉行の知性となるが、 1821年、一旦、正木藩領に服す。この頃、三石場商家委任奈良原や藩次郎が、おばぬのに、市木島姫野人を祀る弁天社を建て祀る。1826年には、弁天社が再建造営され、1833年には、社殿が建立される。1836年7月15日稲荷神社が創立される。 1855年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。母親戦争終結直後の1869年8月15日、大法律領の国軍里政を踏襲して、三井主軍が置かれた。北海道1.2級町村聖市工事の三井主軍の町村。ありがとうございます。